はい、どうもタンタンでございます。こちら変わり種ですね。はい、ディアンジェリコ、ギターではね本当に有名ですし、世界的に非常に人気のあるアーチトップギターなどを作っているディアンジェリコブランド、これはね日本製なんですけれども、ディアンジェリコブランドの、モデル名が MU-1E-NA-HMH と、ちょっと長い名前なんですけれども、まあこの MU-1 っていうモデルですね。これはね最高峰モデルです。削り出しですかね。トップ、バック、サイドともに単板の。これはね、ホンジュラスマホガニーです。はい。を使った。サイズ的にはソプラノですね、こちら。スケール的にはソプラノスケールになっております。はい。こんな感じ。F ホールのね、まあギターの、ディアンジェリコのギターのそのまんまちっちゃくしたような感じですね。このピックガードの形だったり、テールピースの形だったり、このあたりっていうのは。でヘッドもね、もちろんこのディアンジェリコ独特のこのヘッド形状ですね、これをちゃんと受け継いでおります。ヘッドのここのロゴにはちゃんとニューヨーカーって書いてありますね。はい、そういった非常に面白いで、音色もやっぱりこのアーチトップで F ホールっていうこの形状になると本当独特なんですよね。この形状になると、まあ、ギターもそうなんですけども、やっぱりすごく中域が勝つ感じですかね。こうカリッとしたこうはっきりした高域が出るとか、低めのローのねすごく低音域が強く出るとかっていう感じではなくて、かなりこう中域に特化した音になるので、こういわゆるあの古いレコードとかで聴いてるような雰囲気の音、そういうのにすごく近くなるのかなっていう印象ですね。で今ちょっとポロッと弾いてて分かったんですけども、ギターやっぱりメーカーっていうことがあると思うんですけれども、まあ指板面には、ポジションマークないんですけれども、サイドドットあるんですね。ここサイドにはポジションマークついてるんですけれども、通常ウクレレってほとんどのものが10フレット、3、まあ、5、7、10、12っていう感じでついてるもの多いんですけれども、ギターはほとんどが9フレットなんですよね。なのでこのウクレレもディアンジェリコなので9フレットについてます。なので、普通のウクレレに慣れてる方は若干最初あれって思うかもしれないですね。やっぱり独特の、鳴り方をするので、まあ、これでしかねこう出せないこういった雰囲気っていうのがやっぱりこういったアーチトップの楽器にはあるのかなと思います。なかなか他のウクレレでは感じられない雰囲気があると思いますんで、ちょっと、まあ普通のウクレレもいいんだけど、まあ、少し毛色の違ったものもいいなと思ってるような方なんかは、まあ、見た目もそうですし音の雰囲気も、独特なものを持っておりますので、かなり面白いです。
面白い一本なんじゃないかなと思います。ということでこちら、ディアンジェリコですね。ディアンジェリコのソプラノサイズ MU-1E ナチュラルホンジュラスマホガニーモデルですね。はい、状態もねこれユーズドなんですけれども非常にコンディションいいと思います。かなり綺麗なコンディションですので、はい、なかなか今入手、もう新品はどうなんだろう、ほとんど作ってないようですから、こういった機会なかなかないと思います。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。